やめチャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、山チャンネル TV の山健です。キャプテン翼戦えドリームチーム、本日は戦え青き選手たち超ドリームコレクションやっていきたいと思います。これどうしようかなと思ってたんですけど、ちょっと20連目に一枠 SSR 確定になっていて、で30連回せば40連目が1回無料という形なので、ちょっと回してみようかなと思います。あとゴールキーパーが欲しいっていうのもあって、はい、ちょっと詳細見ていきますね。で今回ピックアップされている選手が若島津くん、これね、セービングが 45,864 でフィジカル 54,291 と、まあ、とんでもなく強い若島津くんになってます。で三属性の選手それぞれ3人以上いると全パラ 28% アップで、スタミナが多いほどパラメーターがアップすると。だ最初のうちは今の数値の 10% プラスで戦うことができるという形になってます。キャッチ、パンチングで、もう一つキャッチの S ランク技持ちという形です。これはねかなり強いんじゃないかなと思います。はい、で2人目がロブソンです。ディフェンスの選手ね、はい、ディフェンスの数値が、まあ、55,128 ということなので、これもね当たってくれたらすごいありがたいなと思います。3属性の選手それぞれ3人いると全パラ 28% アップで、自動ブロックをするときに 100% の確率で必殺技が発動するということなので、これちょっと遠目からシュート打たれたときにかなり使える、ね、技じゃないかと思います。しかもブロックの S ランク技が今回メインの必殺技になっているので、これもね当てたいなと思います。で3人目小春光、これはまあミッドフィルダーの選手、オフェンシブでもディフェンシブでも使えるミッドフィルダーの選手で、オフェンスが 43,000 ディフェンスが4万、フィジカル 39,000 となってます。でワンツーの S ランク、あとはシュートドリブルの S ランク技持ちを、持ちというかね S ランクの技を持っているという形なので、まあオフェンシブで使う方がいいのかなとは思います。でこれは全員の全パラメーターが 24% アップという形になってます。でラスト日本のディフェンス、ディフェンシブミッドフィルダーでも使えるようになってます、赤いトメヤです。これはね即属性の日本選手が5人以上いると全パラ 28% アップを持っていて、オフェンシブとディフェンシブミッドフィルダーの選手に対してパラメータがプラス 20% と、でタックルの S ランク技を持っているという形です。ディフェンスの数値が 47,000、 まあまあかなっていうところですかね。ディフェンシブミッドフィルダーで使う分にはいいのかな、はいと思います。で今回の提供割合が、はい、6% になってますね。いつものドリフェス、ドリフェスよりは 1% 高いという形です。でこの 6% に当選すると、今言ったこの4人の選手が出る確率が 0.42% で、それ以外が 0.014% となっているという形になります。だから20連目が SSR 確定なので、できればねこの4体のうちの誰かが出てくれたらありがたいなと思うんですけど、まあどうだろう。でも最近ガチャ運絶好調なので、なんとかなりそうな気もします。じゃあ早速やりたいと思います。ちょっとねいつものケーキ漬けのガチャ、これやると最近絶好調なので、これね、だこれでなんか若島津が出てくれるとなんか縁起がいいなと思うんですけど、これは確定ガチャなので、当たり癖をつけるだけのためにやってます。あ、誰も出てこない、誰も出てこない。はい、何？お、翼くんが出た。もう一回だけ聞きますね。月末の時に当たり癖つけるガチャができなくなっちゃうんで、これで確定ガチャは終了します。今すげえいい演出だったよね。この演出がドリコレでも出てくれれば嬉しいんですけど、誰？あ、三浦くん。ゴールキーパーつながりで若島津が出てくれんじゃないかな。
はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。僕ね、若林より若島津の方が好きなタイプなんですよね。あの2番手の選手、昔の全日本で言うなら鶴田よりも天竜みたいな、いっかその話はね。じゃあいきます。じゃあ最初の10連いきます。どう、もう決めてほしい。あ、チャンスチャンスチャンスで花火が3つだ、鳥3羽ってことね。これシュワレバあると思います。いくよ、いきます。はい、お、来た、レインボーだ。玉がシュワっててくれれば、玉がシュワっててくれれば、シュワってよシュワってよ、シュワってない、ピキン来た。な、待って、シュワってない、シュワって、あ、もう何何これ、シュワんの、これシュワんの、シュワんなきゃダメ、どうだろう、誰、全然ダメね、全然ダメ。はい、サンターナと、いやこれ、いやすごいけどね、2枚出たの、ラーソン。最初の10連いきなり2つ出るという大技をやってのけたんですけど、ピックアップは出ないという形です。あ、そう、じゃあ20連目いきますね。ここは1体確定しているので、その1体が何出るかっていう、もうとにかくピックアップの選手が欲しい。できれば若島津、もしくは、あ、何、あー、やばい、あ、いいのか、いいのか、確定だからね。じゃあいきます。はい、おー、いいね、新田とヒューガのコンビ。じゃあできれば2個、ピキン、シュワシュワはしてないよ。でもシュワシュワしてなくて当たったっていう話も聞いたので、じゃん、おお、もうミューラーじゃん、もうミューラーじゃん、さっき出たよミューラー。はい、キーパーはキーパーなんだけど、ミューラーの方っていうね。はい、全パラ 16% アップってこれ強くないよね。あー、やっちゃったかな。じゃあ30連目いきます。ここ回せば、まあ次が無料で回せるという形になってます。じゃあ30連目いきます。怖い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 。お、花火が5つ、1、2、3ね、5つだ、トリマックスと一緒、シュワレバー熱いと思います。シュワルかな、シュワルでしょう。いきます、シュワって、来た、すごくない、すごくない、 6% 当たりまくりっていう。ピキン、シュワってシュワってシュワってない、シュワってない、どうしたのこれ、どうしたのこれ、壊れちゃった、ちょっと待って、あるんじゃない、はい、ないし、ないし、あるんじゃない、ないし、本世かね、はぁ、本世かね。はい、じゃあここ無料なので回していきたいと思います。当たって当たって当たってっていう、30でして4と当たってんのに縛らないっていうね。じゃあいきます、40でもお願いお願い、当てよ当てよ、ほらどう、ほら見て、花火マックス、トリゴアと一緒、さっきと一緒、これもシュワんじゃない。じゃあいきますね。はい、シュワんないの、そんで行くぞーじゃないのよ、行くぞーじゃないのよ、これ嘘だ。あー、出た出た出た、ロベルトじゃ変わりません。嘘ー、なんで花火上がったの、じゃあ今、あ、あるかな、逆転、来い来い来い、はいね。あ、これどうしようかな、40でしょ、であれ50ポイントのこれ、あー、でも持っといた方がいいよね。でもそんなこと言ったらもうやめらんなくなっちゃうよね。じゃあ50連目いきます。まあ交換ポイント50はあった方が絶対いいと思うので、はい、何、何にもなくなっちゃったよ、クローズしちゃった、いきます、縛る、縛んないよね、ヒューガさん、ああ、はやぶさタイガーショットみたいなことかな今の。ねえ、どうにもなりません。始まったよ、洗礼が始まったよ、翼の。はい、じゃあここでラストにしたいと思います。まあちょうどね、 SSR 1体確定なので、
で、これ以上回しちゃうと、次また無料で回して、あと10回回したらまた無料で、SSR 確定でみたいな、ループしちゃうんで、ここで終了します。これ確定してるので、でも最後さ、シュワシュワして、沸かしまず出て終わると。ね。それでいいじゃない。はい。じゃあそれでいこうと思います。お願いお願い。ほんとお願い。ね。いくよー。いくよー。できれば2体。できれば2体。ロブソンでもいいよ。ロブソンでもいいよ。お花火が1、2、3、4つ。トリオーマと一緒ね。これあるんじゃない ?2 体。じゃあ行きますね。ラスト。せーの。はい。シュワンないの?シュワンないの?イクゾーじゃなくて。あー、熱い熱い熱い。2体来い !2 体来い !1 個もない!ピキン!お、来た !2 個 !2 個来た!あれシュワッ、え?シュワってない?シュワってない?あれ?ちょっと待って。イングランドの、あ、来た!これそうだよね。シュワんなくても来たね。シュワんないのかな?ドリコレは。うわ、すごい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 。若島、あ、うわ、すごいすごいすごい。ロブソン2体来た。これそうだよね。あ、そう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 。28% アップね。これ間違えてたら大恥だからね。なんか昔のロブソンとかで大喜びしてるみたいなさ。はい、ということで、まあ、キーパーね、ほんとこれ欲しかったんですけど、まあ、ロブソンが2体来てくれました。まあ、これで、1回ね、段階上げられるし、あ、やっぱりついてるんじゃないでしょうか。はい、ということで、今回はこんな形で終わりました。じゃあ次はもう、あれかな、年末のドリフェスかなと思うんですけど、なんか今、ね、夢玉いっぱいもらえるし、なんかいろんな面白いガチャ出てるので、またなんか出たら、ドリフェス前でも、ちょっとね、ガチャの方やっていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。今回は、ありがとうございました。今日は少しだけ疲れる日だったな。明日はいいことがあるといいな。今日のキラキラは今日のうちに消えた。明日のキラキラは明日探そう。なんとなくのんびり、なんとなく楽しい。山チャンネル TV、また見てね。